まあ、どうしても勝ち点3が欲しかったですし、チームとして、目指しているサッカーがある中でそういうものをしっかり表現して、ホームのサポーターの前で勝ち点3を取ろうという話をしていたので、まあ、率直に勝ち点しか取れなかったっていうのは、非常に悔しいです。はい、まあ、大和君からのパスだったんですけど、まあ、キーパー出てくるの見えてたんで、まあ、うまくかわせれば、もしくは飛び込んできて PK 取れればっていうふうには思ってたんですけど、まあ、その前にシュート外してたんで、まあ、入ればいいかなぐらいの気持ちでうまく力抜けました。はい、いやでも、まあ、まだ同点に追いついただけだったんで、まあ、そこまで、まあ、嬉しくはないというか、やっぱり勝ちにつながるゴールをもう1点取りたかったなっていうのが率直な気持ちです。はい、まあ、僕自身もシュートチャンス、2回ぐらいありましたし、まあ、他の選手も、シュートにつながるパスが1つつながってればとか、クロスがもうちょっと合えばとか、まあ、もう少し、落ち着いて味方を見れば合うっていうシーンがあったんで、まあ、そういうものは試合を重ねるにつれて良くなっていくものだと思いますし、良くしていかないといけないものだと思うので、まあ、こういうサッカーをしている以上、まあ、本当に、攻撃する回数とかゴール前に行く回数は増えると思うので、まあ、それをいかに結果につなげて自信を持ってこういうサッカーができるのかっていうのが一番大事になってくるのかなと思います。まあ、僕たちは、勝ち点3がどうしても欲しいゲームに変わりはないですし、まあ、長崎も、とても力のあるチームだと思いますけど、まあ、そういう相手に対して自分たちがどれだけ、自分たちのサッカーを表現できて、ゴールを奪い切れるか勝ち切れるかっていうのがすごい大事になると思うので、まあ、それをチームとしてやり抜くだけかなと思います。はい、まあ、フォワードなんで点を取れば少しは肩の力は抜けると思いますし、まあ、でも正直今日も他にも点取れるシーンありましたし、まあ、そういう、ところを自分が決めていかないとチームは勝てないと思うので、まあ、そこは自分に厳しく、まあ、1点は1点ですけど、まあ、1点ずつ積み重ねていければなと思います。まあ、チームとしてトライしているサッカーっていうのは、とてもやっている自分たちも見ている方たちも、まあ、非常に楽しいサッカーだと思いますし、まあ、その分リスクも背負ってますし、まあ、レベルの高いことをやろうとしていることは、まあ、分かると思うんですけど、まあ、それに対して自分たちがどこまで貫けるかとか、それを勝つことで自信につながっていくと思うので、まあ、そこは続けていくしかないかなというか、自分たちでどれだけ早く勝ちに持っていけるかっていうのは本当に自分たち次第だと思うので、まあ、トライし続けることが大事かなと思います。はい、まあ、3試合ですか、ホームで、2試合かホームで勝ち点3というか勝利を届けられてないのは、とても悔しいんですけど、まあ、まず次のアウェーで長崎に勝ってしっかりホームでまた、勝てる試合を、見させられるように、まあ、しっかりアウェーで勝ち点3を取ってまたこのホームに帰ってきたいなと思います。はい、今まで多くの古巣と対戦してきたんですけど、長崎はまだやったことがなくて、まあ、僕自身一番結果を出したチームですし、僕が非常に苦しかった時に救ってくれたクラブなので、正直すごい思い入れはあるんですけど、まあ、チームとして勝ち点さんが欲しい状況ですし、まあ、自分も成長した姿を見せたので、まあ、ゴール取って勝ちたいなっていう気持ちがめちゃくちゃあります。はい、はい、まずはホームで、平日ですけれども、たくさんお客さんが来てくれて、まあ、そういった
後押しがあった中で、しっかり勝ち点3を取りたいゲームでしたけども、まずは、勝ち点1にとどまってしまったというのは、まあ、非常に残念でもあります。ゲームの方は先制されて、まあ、ちょっと不運な形で先制されたんですけども、まあ、その後しっかりゲームコントロールして、まあ、同点まで、持っていけて、さらに追加点というところで、ちょっとその追加点の1点が遠かったなという印象です。まあ、なかなかこう勝ち点差が拾えないという状況で、まあ、選手たちも本当にこう苦しみながら、もがきながら今やっているところなんですけども、まあ、続けていれば必ず勝ち点差は来ると思いますし、まあ、今日のような内容をしっかり続けながら、内容と勝ち点が比例するような結果になっていくように、また、選手たちとやっていきたいと思っています。まず、あの横浜 FC から中2日でしたけども、あの選手たちの表情とか、あのコンディションとかは、あの、まあ、今日のゲーム見ても分かると思うんですけど、そんなに落ちてなかったんで、まあ、今日の終わった後のまた雰囲気と、まあ、明日のリカバーの具合を見て、中2日の長崎戦はまた考えたいなと思ってます。いや、あのなかなかやっぱりね、さっきも言いましたけど、勝ち点3は取れてない状況なんで、まあ、どの試合でもアウェーだろうが何だろうが、あの勝ち点3をしっかり取りたいなと。まあ、今は自分たちがしっかり勝つ、勝ち点3を取ることがこう、まあ、最大のこう、なんですかね、こう自分たちがこう自信を持つ要因になると思うので、まず自信を持つためには勝ち点差が欲しいなと思います。あ、そうですね、さっきも言いましたけど、なかなかこう、まあ、甲府戦はまた別なんですけど、内容とね、こう比例しないっていうのは、まあ、僕もそうですし、選手もそう、あのもどかしい思いをしてますし、もちろんファン、サポーターも、まあ、みんながこうもどかしい思いをしていると思うので、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱりこう、まあ、これ僕の経験でもあるんですけど、あの過去やっぱりレイソルでも横浜市でもこういう感じはあって、でも勝ち出すと連勝止まらなくなるっていうのは僕の中で経験あるんで、それが待ち止まってる感じですね。やっぱり選手が、ね、自信持てればもっともっとこう躍動感出てくると思うので、で止めるとこ止めるとかっていうところも自信持ってやれれば、必ず勝ち点につながっていくと、まあ、僕は信じてますし、そこを信じてやっていこうと思ってます。